クリフトン・ランドルフ・ペニントンは、アメリカ合衆国テキサス州コーパス・クリスティ出身の元プロ野球選手、ウトー・リョーダ。愛称はペニー。2005年の MLB ドラフト一巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、6月17日に契約。契約後、参加の A 級、ケーンカウンティ・クーガーズでプロデビュー。69試合に出場して打率。 276.3本塁打、29打点、25盗塁の成績を残した。2006年は A 級ストックトンポーツで46試合に出場し、打率20、203.2本塁打、21打点、7盗塁の成績を残した。6月25日に右ハムストリングの故障で離脱。8月にルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで復帰し、9試合に 出場した。2007年はまず A 級ストックトンでプレーし、68試合に出場して打率。255.6本塁が36打点、9盗塁だった。6月に A 級ミッドランドロックハウンズへ昇格。同球団では70試合に出場して打率25。251.2本塁が21打点、8盗塁の成績を残した。年は、 AA 級ミッドランドで開幕を迎え、50試合に出場。打率、260.18打点、20盗塁の成績を残した。5月30日に、トリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格。同球団では65試合に出場し、打率29、297.2本塁が、16打点、20盗塁だった。8月12日に、 アスレチックスとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、同日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。9番、サンルイッシュとして先発起用されたが、3ダスームアンダに終わった。昇格後は内野のバックアップとして起用されていたが、9月からは先発起用が増え、この年は36試合に出場。打率、242.9打点。 4盗塁の成績を残した。2009年2月21日にアスレチックスと1年契約に合意。4月4日にトリプル A 級サクラメントへ移動し、開幕を迎えた。トリプル A 級サクラメントでは99試合に出場して打率。264.3本塁が40打点、27盗塁の成績を残した。7月31日にメジャーへ昇格。 同日に声優劇種のオーランド・カブレラが移籍したため、昇格後は遊撃のポジションをダッシュし、60試合に出場。打率279.4本塁が21打点7盗塁の成績を残した。2010年3月8日にアスレチックスと1年契約に合意。この年は声優劇種として開幕を迎え、156試合に出場。 打率二百250.6本類四46打点、29、盗塁の成績を残した。2011年2月27日に、アスレチックスと1年契約に合意。この年は148試合に出場し、二百六264.8本類五58打点、14、盗塁の成績を残した。2012年2月12日に、 アスレチックスと一年契約に合意。開幕後は、例年通り制遊劇手として起用されていたが、7月20日に、左ひいの故障で15日間の故障者リスト入りした。8月7日に復帰。この年は125試合に出場して打率、215.6本類が28打点、15盗塁の成績を残した。シーズン終了時点で、 当時のアスレチックスのロースターの中では一番のフル株であった。2012年10月20日にマイアミマーリンズも絡んだ三角トレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2013年1月30日にダイヤモンドバックスと総額500万ドルの2年契約を結んだ。ダイヤモンドバックスは前年遊撃種を固定することができず、ウィリー・ブルーム・クイストラと 生優劇種の座を争うこととなったが、開幕から先発起用された。しかし、開幕後は、打率2割を切るなど不調が続き、5月からは、先発から外れ、メジャー2年目のディディ・グレゴリウスに、遊撃のポジションを奪われるなど、苦悩の1年となった。この年は96試合の出場にとどまり、打率24、242.1本塁が、18打点、2盗塁だった。 2014年は前年トリプル A 級で MVP と新人王を獲得した有望株のクリス・オーイングスが声優遊劇種となったため厳しい状況に置かれた6月3日に左手親指の故障で15日間の故障者リスト入りした8月6日に復帰後は今度はオーイングスが右肩痛で約2ヶ月の戦線離脱をしていたためグレゴリウスが 遊撃のポジションを務めており、遊撃、2塁のバックアップとして起用され、9年以来の3塁守備にもついた。この年は68試合の出場で打率254.2本類が10打点6盗塁と不本意なシーズンとなった。オフの12月28日にダイヤモンドバックスと327万5000ドルの1年契約に合意した。 2015年シーズンも控えに甘んじることが多く、自身の誕生日でもある6月15日の試合では、マイナー以来、メジャーでは初めて左翼手の守備につき、補い札も1記録した。2015年8月8日に、ウェーバー工事を経て、マイナー選手1名とのトレードが成立し、トロントブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズでは、内野のユーティリティとして33試合に出場したが、 バッティング面では打率160.2本塁打と結果を残せなかった。シーズン全体では3年ぶりに100兆となる105試合でプレーし打率210.3本塁打21打点3盗塁という打撃成績だった。そしてリーグチャンピオンシップでポストシーズンでは MLB 史上初となる野手登録の選手が登板するという珍記録を樹立した。 オフの11月2日に FA となった。2015年11月17日、ロサンゼルス・エンゼルスと2年375万ドルの契約を結んだ。2016年は控え内野手として2塁、遊撃をメインに起用された。74試合に出場し、打率209.3本塁打、10打点、1盗塁という成績を記録した。守備面では、 二類の58試合が多く、1失策、守備率、994DRS3 ザープラス0.8、遊撃では、1失策、守備率、983DRS1 ザープラス0.9を記録した。2017年オフの11月2日に、FA となった。2018年2月15日に新シテシピレッツとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕はメジャーで迎えるも、4月26日に参加のトリブル A 級、ルイビル・バッツへ降格、さらに28日には40人枠外となった。その後、5月18日に自ら契約解除、申し出て自由契約となった。レッツを自由契約となった、同日の2018年5月18日に、 テキサスレンジャーズとマイナー契約を結び、翌19日に参加の、AA、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ配属された。2019年2月15日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。3月14日には東京ドームで行われるシアトルマリナーズとの開幕シリーズに参加するメンバー30人に選ばれ来日した。 17日と18日に行われた北海道日本ハムファイターズとのプレシーズンマッチではいずれも途中出場した。2019年4月4日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。2019年6月17日に母校のテキサス A&M 大学のアシスタントコーチ就任が発表された。俊足を生かした広大な守備範囲と強権を持つもメジャーではよくある。 ジャンピングスローをあまりしない、堅実な守備で知られている。2010年には、ゴールドグラブ賞、フィールディングバイブルアワードの候補にも名を連ねた。打撃は苦手で、狙い球を絞るゲスヒッタータイプ。規定打席以上では2011年の264が自己最高となっている。本職は遊撃だが、二類の方が、守備成績が良く、また近年では、三類や、 左翼の守備機会も増えている。